あ、生まれたての小児か。生じしまくぞ。世界の川本言うといて、世界7位はもう恥ずかしいで、たまりませんね。絵格好でもなく、やっぱ自分とどれだけ向き合えるか。だから塩田と共に戦います。発信インタビューです。今日はパスドゥーロにお邪魔してます。デフフットサル男子日本代表監督、おなじみこの方、自己紹介お願いします。あ、隣の人間高校の監督です。これ今急にご自身でおかわりました。これおおまあでもたまにこう仕事で会った人とかも、はい、あの人じゃないですかって言われたことありますもんね。なんだか、あのお風呂屋さんでもありますね。嘘や、はい、マジお兄ちゃん出てたマジで、さすがも地元の優。まあそうですね。ねえ、はい、はい、東住吉区田辺の国宝さん、それを組むやったら、はい、あこれも当然、まあ、とにかく考えておいてください、はい、これ何でしたっけ。これアジア最優秀監督賞ですよ。もう自分で持ってますか。どうも。どうぞ、置いときますよ。あ、よろしく、はい、お願いします。はい、イランの時でした。イランの時です。イランで、親友できてましたね。向こうの聴覚障害のなんか案内する人。ああ、アミン、アミン、アミンさん。親友やろ、ちょっと忘れてました。アミン。ねえ。最後まで何言ってるか分からんかったけど、うん、何が言いたいかは伝わりました。何言ってるかは分からへんけど。はい、それは伝わってるって捉えていいんですか。そうですね、うん、やっぱり、はい、あのこのこれだけ覚えてますわ。何すこれはホテル。ホテル、ホテル、それだけ覚えてます。覚えてます。あ、はい、手話も最近使ってますね。そうですよ。最初はなんか使い始めた時ね、やっぱりその少しずつ少しずつの手話で、はい、先週からもなんかこう喜びとともになんか、あ、なんかありますか。はい、生まれたての、あれ、あ、生まれたての小児が生じしまくぞ。生じしまくぞ。キャプテン、キャプテン、俺も止められへんわ。でも、この間最近ね、大阪で自主合宿された時も僕見学行きましたけど、ずいぶん手話もね、たくさん使われるようになって、でますますその選手からしても、あ、監督こんな風に自分らのことを理解してくれてるし、しようともしてくれてるんやみたいな、より近くなったりとかっていうのはありましたか。いや、距離は変わらないです。別に、はい、最初から、はい、最初から、そもそもあいつらは僕の手話なんか見てませんそうなん、はい、なんか手動いてるわ、本当に。はい、口見てますわ、口、はい、じゃあまあほんまにコミュニケーションはまあ手話もその方法の一つやし、言葉ももちろんそうやけど、はい、イランの聴覚障害の方とも親友になれたし、はい、選手らも別に距離、手話使い出したからって距離変わらんし、はい、コミュニケーションもここやいうことですね。そうですね、やっぱ言語はやっぱ魂なんで、はい、はい、ええ、急にあの顔つきが真剣にしたときは何かを用意してるんやなというふうにご理解ください、皆さん、はい、そうですね。さて、はい、いよいよワールドカップ近づいてきてます、はい、いかがですか、はい、いかが、まあ正直、うん、ワクワクはしてませんね。おへへ、ほう、はい、やっぱり不安というか、なんというか、はい、なんか、なんかやるだけやったらってよく言いますけど、うん、はい、うん、そんな風には自分は思えないですね。あ、意外な。意外ですか。まあ、先日、先週、まあ、キャプテンと野寺選手にインタビューしたら、はい、まあ、それ以外の選手も口々に何も変わらない、はい、うん、あ、もちろんそうです、ね、うん、だから不安ですね、やっぱり。だから不安、うん、やっぱり何か特別なことをしてどうとか、そういうことはないいいですけど、うん、やっぱり終わるまで常に不安の連続だと思ってます。うーん、はい、その楽しむとかそんなことは
微塵も思えないですね。その気持ちって監督をされてる期間中ずっとそうなんですか。はい、別に、うん、僕は日本代表に関わらず全ての監督という仕事をしてる時にこう試合前にワクワクするみたいなことの感覚にはあんまりなったことないです。どっちかっていったら不安の方が大きいですね。やっぱり自分がやることであれば覚悟を決めてそれで終わりですけど、やっぱり人あってのものやし、その監督である以上イレギュラーなことに対してどれだけこうすぐに対応できるかってなってくるんで、やっぱりプラスなことを考えるよりは、実は選手にはもちろんプラスなことばっかり言いますし、そういうマインドで進めますけど、やっぱその裏側を常に考えてしとかないと本当にそういう時が来た時に焦っちゃうんでっていう意味で、やっぱりこうワクワクとか、あとは待つだけっていう感覚にはなれないですね。一日でもあと一日でも多くあった方がより何かができますし、はい、ただ別に特別なことをするわけじゃなくて、もう A 格好でもなく、やっぱ自分とどれだけ向き合えるかじゃないかなと思います。選手たちにもね、はい、ミーティングの中で、はい、積み重ねてきたものを発表する場だと、はい、ワールドカップという場所は、はい、もうそれはワールドカップで何かをするもんじゃないとやっぱり思います。やっぱりそれまでに何をしてきたかやし、どう生きてきたかやし、その全てがやっぱり出るんじゃないのかなと思ってます。生きてきた、もちろんそのフットサルのシーンだけでなく人生っていうもので、はい、ワールドカップまでは、技術であったりフィジカルであったり、はい、そういう理解であったり、いろんな大切な要素ってありますけど、やっぱり大会が始まってしまえばそこじゃなくて、その今まで重ねたものをどう発表するかの、僕はもう人間力に尽きると思ってます。だから国内で上手い選手だからワールドカップで活躍するなんてことはありえないと思ってます。なので人間と人間の関係性でやっていかないといけないので、ワールドカップまでは手話は必要ですけど、やっぱりその試合ってなった時にはそういうことではなくてっていうものになるんじゃないのかなと、まあ、僕は思ってます。なるほど、まあ、不安を抱えながら、はい、積み重ねてきたものをこう信じて、はい、はい、人間力を信じて今待っている状態、はい、まあ、一旦ね、はい、過去に目を向けたいんですけど、はい、前回大会で監督を勇退される予定でしたよね。まあそうですね、勇退、まあ7位なんで勇退って言っていいかどうか分かんないですけど、はい、一応辞めるというか辞めましたですよね、はい、そこから再び監督に就任された、はい、これは選手からの要望であったり、もちろんワールドカップ期間中特に、選手たちといろんな話をする中で、ワールドカップに出たことで分かったことっていうことがたくさんありましたし、そのやっぱり実体験っていうのがすごい重要やなってことが改めて分かって、でそれが分かって終わるっていうことが自分としてもやっぱり寂しかったっていうのも、行ってみて、それまでは辞めるって覚悟でやってましたけど、その行ってみてあともう4年できればっていう思いが強くなった。でそれは選手たちも自分がやるまでの間とやってからの、まあ実質、まあ、4年間というか3年間というかの中で、自分たちが変わっていた実感もあっただろうし、考えられないぐらいの進化があったので、やっぱり選手たちもこのスタッフ、僕だけじゃなくてこのチームでもう一度やりたいっていう思いになったのかなと、まあ、双方がそうだった中で、まあ、協会が、まあ、特にその時はあの田口さんという方がいたんですけど、まあ、尽力してくれて、なんとかそういう形でもう一度自分がやれると、でそれをまあみんなが納得してくれたっていうところですね。なるほど、じゃあもう選手たちの、気持ちでもあり、何よりご自身がしたいとそう思えて、はい、いや、世界の川本言うといて世界7位はもう恥ずかしいでたまりませんね。アジアの川本にはすでに、まあアジアは
ね、僕もアジアで東南アジアしか思うなんかちょっとリゾート感を思い起こされます。まあ男性なんで僕もね、いろいろそうですね、コップンカップっていうことではい、はい、ワールドカップにワールドカップに、はい、話を戻したいんですが、はいはいはい、まあそうやってもちろん軽い4年間、まあ、実質3年間になるわけがない、はいはい、ね、その思いで、はい、新たな、はい、時間を迎えたと思われるんですが、はい、今見えているもの、はい、その頃と違って見えているものというのは、その頃にはこう気づいていなかったもの、できていなかったものが、はい、今は3年間の鍛錬を経て、はい、もうできるようになっていることっていうのは、いやもうそれはもう全てじゃないですかね。その心技体全てにおいてやっぱりだから経験したってことが大事で、やっぱりそこで経験した選手たちが、経験したからこそそこに出るという目的からそこで勝つっていう目的に変わった。で実際そこで一番になったチームを目の当たりにした。うん、で初めてそこに行くためにはどうするべきかっていう順番だと思うんで、もうすべて、チーム戦術もそうですし、フィジカルもそうですし、ね、チーム選手のモチベーションも準備の仕方もすべてにおいて、4年前とはもう全く違うものになっていると思います。うーん、はい、その中でも選手に目を移すと、はい、例えば2月にあったアジア大会、はい、以降でまず新戦力が2名増えました、はい、ゴレイロの千葉選手、そして川塚選手、はい、F リーグで活躍されてる選手ですよね。まあそうですね、活躍してるかどうかは分からない今後期待しています。はい、活躍せメッセージやで、これが、はいはい、やっぱり大きな力、いやもう大きすぎる、大きさです、あの、うん、アジア予選で足らなかった部分を埋めてくれると思います。もう、はい、得点っていう部分ですか。まず個人で得点をできるっていう時に、今までだと日本はやっぱり俊敏というか、ボール扱いやっぱり上手いので、ドリブルで切り崩すような形の得点っていうのは一人でできる選手もいましたけど、あとまあ総力ではもちろん勝てるというか、はい、トップレベルだと思うんですけど、その一人で決めちゃうそのパンチ力っていうか、鎌塚に関してはもうそこの部分ではもうデフの今のチームの中でも飛び抜けた存在ですし、何より2年間イタリアで実際得点もしっかり上げての、プレーをしていたっていう部分で、海外でのメンタリティっていうのもしっかり持っていると思いますし、まずそこが違います。なるほど、はい、世界と戦うメンタリティもう全然違うと思います。その上でもうキック、まあここで言っていいかどうかわからないですけど、第2 PK も、彼に任せようと思ってるんですけど、その第2 PK の、まあ、フリーキックっていうところも弱点だったんですよ、日本の。そこまでいかなかった、うん、そこの部分においても鎌塚が入ったこと、左利きの、キック力のある選手が入ったっていうのはもうかなり大きいです、うん、なおかつそのゴレイロが一人じゃなくなった、うん、やっぱりその千葉の加入っていうのは、千葉っていう選手自体がやっぱサッカーの方ではずっと代表で、まあ、ゴールを守ってきた選手なので、もう折橋にとってもすごいやっぱ刺激にもなったと思いますし、あのチームにおいても折橋が退場したらキーパー誰がすんねんっていうとこだったので、やっぱりもうその2人が入ったっていうのは本当に足りない部分を埋めてくれたというか、埋めるどころか、はい、さらにパワーアップさせてくれた要因ですね。ねえ、アジア大会でも実際タイトの試合で折橋選手向こうのラフプレーを受けながら、なぜか折橋選手がイエローをもらうとか、はい、そんなシーンもありましたしね、はい、不可解な退場というのはないとは言えない。いや本当にそういうことがあります。やっぱり海外の選手はそういうところがやっぱりうまい。日本はやっぱり、はい、もうそれはもう教育になってきますけど。そうなんですか。デフの選手でもそういったところうまいんですか。いやむちゃくちゃうまいですね。やっぱり聞こえる聞こえないじゃなく、より聞こえないからこそその国の文化がはっきりと出ると僕は思います、はい、なるほど、は
まあね、そのアジア大会で折橋ゴレイロは本当に守り神の名がふさわしいね、活躍されました。まあ、活躍っていう意味ではもちろんね、もう各選手がそうなんですが、はい、中井選手や吉岡選手の鬼気迫るディフェンス見てて、ほんまにこっちもなんか血が湧いてくるみたいな、はい、そうですね、はい、期待されるところじゃないですか、ワールドカップでも。まあ期待、そうですね、期待は全員にしていますけど、うん、まあ期待というよりも中井であったり吉岡であったり、まあ他にもいますけど、そういう選手には僕はもう期待っていう信用してますね。ああ、なるほど、はい、聞いとけよ期待じゃない、もう信用してます。ああ、こう喜んでくれるかプレッシャーになるか、まあ信用を裏切った場合はねやめてあげて今はやめてあげて、うちはいろいろ世の問題も OK なんで覚悟しとけよ、コンプライアンス覚悟しとけ、うわ覚えてるしは、はいはい、前線の土屋選手のね、スキルの上がり方なんかも本当に目覚ましい。いや、もうアジア予選、確実に言えることはアジア予選以降一番レベルが上がったのはもう間違いなく土屋です。彼はもうスペイン遠征アジア予選でずっと悔しい思いをして、それでも会社のすごい温かいバックアップがあって、そういったものも全て背負った上で彼自身が本当に変わったというか、向き合ったというか、でやっぱ変わったというよりもともと持っていたんだと思う、そういう思い、そういう資質を持った人間が、まあ、開花したというか、でもう、はい、彼にはもう逆に本当に期待してますね暴れたれ、おはい、吉野選手、設楽選手はもう先ほどのね、信用してる言葉がもう本当に、はい、うん、耳塞いどってもいけると思います塞いど、まあ、聞こえませんけど、いやもうそれもいろいろギリギリ本当に選手との信頼関係あってのもんやな。で、ベテラン船越、はい、松本選手もね、ベテランと言っていいかも。そして経験値的にも上手い選手というか、はい、前回ワールドカップからのメンバー、はいはい、存在は、いや、まあもう上手いと船越に関してはその、まあ、選手である以上ピッチで活躍してもらうってことは もちろんなんですけど、やっぱりそこでは語り尽くせないというか、彼らがチームにもたらす影響とか力っていうのはやっぱりそのピッチ外でもあると思いますし、彼らがそれを理解してるかどうかは別として、選手として一番すごいことっていうのはピッチの中でやることではなくて、その選手がいるだけで変わるっていうのがやっぱり一番僕はいい選手だと思ってるんで、そういう意味で彼ら2人にはそこを期待していますし、松本に関してはまだプレーの面でもやってほしい、年齢的にも、ただ彼も立場もそうですし、いろんな経験も踏まえて、次のそういう選手、それはフットサルだけじゃなくてデーブのサッカー、日本ろう者サッカー協会のシンボルとして行ってほしいなと思ってる一人ですね、はい、若手の小野寺選手、宗澤選手、元気あふれてますけどもまあ元気も何もかも溢れてる何もかも、まあ、宗さんに関してはまあ溢れてるよりこぼれ落ちてるはい、野寺は溢れ出てますね褒められてるんやで、ね、安心しや、はい、はい、と思いますね、はい、2人ははい、ね、期待してます、はい、そしてスーパー庄司キャプテン、スーパー、まあなんかキッカー工事風にまあ、なんかコンプレックスでもあったんかな、おー、うまい、わからんやろ昭和のギャグやホテルさんに聞こう、お前ね、なるほど、本当にね、そうやって選手一人一人、はい、ただ、先日の自主合宿で名前が出ていました、はい、選手選考に入ることが叶わなかった、はい、塩田選手、はい、うん、まあ僕の中ではずっとチームの一員ですし、はい、彼もそれを理解してくれていると思いますし、そこも今度の強み、うん、国内にもそういう選手、そういうファミリーがいる中で試合ができる、やっぱりね、
はい、彼はここで言うことでもないですけど、その後もチームのためにいろいろとやっぱり動いてくれている。やっぱりそれはすごい大きいし、力になるし、責任にもなるし、そういう意味でも僕はやっぱりワクワクしてるなんて言えませんね。だから塩田と共に戦います。はい、はい、みんなが川本ジャパンと呼ぶ中、はい、みんなのジャパンと命名されました、はいはい、今分かってることは、世界一を取る、それを取ったから何かが大きく変わることなんてないと思っていて、ただ間違いなく言えることはずっと、ちょっとすみません、純な話だったら俺泣きそうですけど